さて、また今日もビーチに戻ろうか。ちょっと新しいところに行ってみようかなと。フロントだ、フロント。ここからこっちに戻る。オッケー。何度も移動してくると、この移動シーンも結構鬱陶しくなってくるよね。ホテルマンよろしく。金持ってきたぞ。パスを売ってくれ、パスを。バチャールビーチ。バーチャルビーチって始まっちゃったのね。明日になればか。今日はいけないのか。仕方ない。今日はここでいっぱい釣ろう。チャリ貸して。チャリ買い取ってなんだけど、結局使うのワープなんだよね。ゴールデンクリフで釣りましょう。この間はここでイワシとか釣った覚えが。装備。釘釣り。20センチ前後の。M サイズでいいよね。一番へちょいのにする必要が。別にこのサービスベイトつけれるから。こっからロングスローするとね、なんか手長エビが釣れるんじゃないかっていう。ほんと釣れんの？そもそも魚影ないけど。いるいる。来てる気がする。いるけど来てはいった。来てた来てた。サクサク釣れる。あれ、クサフグか。しかもいいだ。この岬の先っぽから釣ろう。遠投。浮き全く見えないから。ゆったりとした空気の中、まったりと待つ。まるで太公望のごとく。ま、太公望は針まっすぐだし、餌もついてないから釣れるわけないんだけどね。結構逆らってくるじゃないか。お、一番手前に猫ザメの影が見える。猫ザメがね、結構ポイントが美味しいから。釣っときたいところでは。お、アナゴかな。 OK や。アナゴ初めてか。あ、そうか、前釣ったのウツボだ。
飛べ。近場の猫ザメが気になってしょうがない。しまった。釣りに来る前に目標できんのかな。ワープ、目標を狙うとポイントもらえたりするからね。目標を狙わないともったいない。もう朝終わっちゃいそうだけど。目標カレイ。釣りに行く前しかダメです。まあそりゃそうだよね。マークを探せ。カヤックレース、船釣り、釣り大会どっかないのかな。サブマリンツアー、やることがいっぱいありすぎる。さすがにここでチャリには乗れないか。ファーストコープ、流木結構いっぱい釣ったんだけど、流木おじさん消えてる。レアな流木がどうとか言ってたのに。この岩浜の裏、もし魚影が見えません。どっかいないのかな。この中頃の方がよっぽど魚影はあるけど、魚影なくても来るときは来るんだもんな。あんまり魚影って当てにならないのかな。草フグです。装備変更、中型用で、猫ザメかかんじゃないの。タイとかもここなのかな。そう、猫ザメはポイント1300ぐらいあったはずだから1匹釣っときたいね。魚影丸見えだし。海水じゃない、海藻、モサモサした海藻。ダメだった。猫ザメ釣るのにぴったしの場所に落としたね。しかし他の魚が先に集まってくる。それどころか魚の影が遠く離れていった。なんか狙ってる。グレイト。結構粘るじゃん。全然ゲージ減らない。さすがにこの釣り場所で前のめりになるって結構やばいんじゃない。
ハマったら大惨事だぜ。結構強敵だぞ。鈴木っぽくない。シーバースフィッシュ、結構なサイズ。53だから鈴木クラスとは言えないな。羽か。アマチュア救急。いや、餌なくなるまで。ちょっと待って、ごっついの、ごっついの跳ねた。なんだ、この辺でごっついの跳ねたぞ。ここか、こいつか、猫サメか。いわゆるいなくなった。こっち見た。来いよ、来いよ、猫サメ。ああ、猫サメじゃねえ、明らかに。久しぶりだ、コシギス。装備変えないと。レッド。何にもいないけど、やっぱ来るんだよね。酔いは当てにならないと思ってもいいのかな。流木だ。しかも結構ごっついぞ。別に、これ500ポイントもらえるんだよね。実は結構美味しかったりする。ここにいた流木持ってこいのおっさんは、結局のところレアな流木がどうたらっていう話はどうなったんだ。イベント終わらしたら消えちゃったもんね、流木おっさん。行営なし。でもいけるか。なんか来てる。グレイト。あら、また欲しいですか。この辺からに。あの岩の裏、この岩の裏、この辺か。いるいる。どう、カレーとかヒラメもここで釣れそうなんだよね。ちょっと釣っときたいなとは思う。アジだ。アジ2匹目。そんな大きくない。でも20センチのアジって言ったら結構食い応えあるよ。食うって、まあ普通魚って食うために釣るもんだよね。
だから大体チヌとか釣れると嬉しいんだよね。このゲームはハゼは釣れないのかな？まあ、ハゼがいてもおかしくはないと思うけど。ハゼは丸ごと天ぷらにすると美味しいんだよ。イワシかな？正解。今何時ぐらいだろう。4時前。一旦ショップに行こう。餌を補充しておかないと。ルアー釣りあんまりしないから餌代も結構バカにならない感じがするの。購入。パス買っちゃったから。リールは買えない。これも欲しいよね。これも欲しいよね。でもまずは、これだよね。M から L の大型用リール2万6000ポイント。たっけ！とりあえず S 用のリールとしてこれ買っとこう。あんまり S 用のいい装備がなくてびっくりした。でもトップウォーターがないよね。ベーシックベイト。安物だけど10個。この辺も20個ずつぐらいか。そんな金ないか。やばいか。あんま買いすぎると金がなくなる。高い高い。ワイルド、この辺高いけど一応持ってるんだよね。これ持ってりゃどんなサイズの魚を釣ろうと思った時とかね。どうなんだ、 S なんだろう、 M なんだろうとか、そういう時に便利そう。もう金ない。はい、買います。貧乏になってしまった。あ、しまった。次の場所に行くポイントのことを考えるの忘れてた。ボーナスもらえた。25種類かな。まあどうせ今日釣ってる分で十分、明日の分のポイントは大丈夫だろうから。この辺で小型を釣ろう。残りの時間は S サイズの これだね。これでちょっとはマシだろう。 S サイズ釣るのも。来てる来てる。ほら。流木。ありきたりな流木。なんという寂しさ。やった、取れた、流木かよ。
流木かよ。あ、なんかすごい勢いできた。すごい勢いできた。ほら来た。さすがにこれ流木じゃないだろ。なんだ、すごい逃げる。綺麗な色の魚だ。あれ、初めてだよね。あ、熊の実ってこれか。全長数が何だろう、100匹釣ったってことか。さあもう夕方だ。あと 2,3 匹は釣れるだろう。エイをまだ釣ってないよな。エイは何だろう、80センチぐらいかな。ブレイジ。角出し、角出しか、合ってる。旗立てたい、旗立てたい、言いにくい。なんか旗立てっていうところで声を張れないっていうかね。ダメだ、ここもうちょっと向きを変えよう。よし、桟橋の下、すごい釣れそうじゃない。桟橋の下じゃなくても釣れるけど。6時だ、あと1時間ぐらい。来たな。グレイト。どうも旗立てたいかな。旗立てる。もう一匹、もう一匹行こう。そっちじゃない、そっちじゃ。もうちょいこっち。グレイチ。よし、お前が今日の最後の一匹だ。クダゴンベ。一番初めに釣ったやつで。ふう、あれ、まだ動ける。もう一匹くらいいけるか。よっ、あれ、まだ構えろ。真っ暗になっちゃった上に魚影もないけど。そら、最後の一匹、最後の一匹とかがレアそうじゃん。結構魚影見えてるし、釣られにおいで。グレイト。あれ、もう見えてる。流木じゃん。結構立派だ。あ、ありきたりだった。やった、 A だ。ポイントに変えると意外にいい数字になるかも。数だけは多いはず。1。あんなゴーンも大したことないな。これで3匹目。4。シーバス、なかなかうまい。
5、6、立派うまい7、8ぐらい。どこまで数えたのかわからなくなった。ありきたりは全然もらえない。釜の実大したことない。やっぱり大したことない。さーて、明日はバチャールビーチ出陣だ。一応見とく。あんまり大したことないな、これも。寝る前にはいつも通り手帳を。さーてと、バチャールビーチに行けるようになりました。